相手は誰だろうと負けるわけにはいかねえんだよ。カウンターチャンス、やべ、モロにもらったぞ。マシマのラッシュ、宮田逃げられません。めっちゃ落ちた。うわー、なんだマシマ、やめろ。やめるんだマシマ、マシマ。強烈、マシマの連打が宮田を捉えた。立てるか宮田。はぁ、逆転だ、逆転だ。すげえ集中度上げちゃったよ。ダウン、強烈、マシマの連打が宮田を捉えた。ワン、ツー。見たか、おう野郎、えげつねえ真似しやがる。足を踏みやがった。一郎、一郎、やりやがったな、マシマメ。スリーフォーバカ野郎が、そのまま死にやがれ。立てねえな。立ちます。宮田は本来打たれ強くねえんだ。あれだけまともにもらったら立てるはずがねえ。そんなこと関係ないです。宮田君は絶対立ちます。あいつはいつだっていつだって立ってきたじゃないか。俺との約束を果たすために何度もあいつは立ってきたんだ。それに応えないでどうする。負けるわけにいくか。決定的かと思われたダウンから立ち上がりました。やれるか。やります。立ちましたよ、ほら。立っただけじゃダメなんだよ。寝てりゃいいもの。もう一回このラウンドでダウンしたら終わりだぜ。どうなんだダメージは。意識ははっきりしてるようだが相当効いてるぜ。あれじゃ力の入ったパンチは打てねえ。それに比べてマシバは息を吹き返し始めてる。分が悪いな。大丈夫です。宮田君には一発逆転のカウンターがあります。絶対大丈夫です。ボックス、ぶっ殺してやるぜ。一気に攻める気だ。逃げて宮田君。無理に打ち合うな、距離を取ってしのげ。すげえ、上半身だけで避けまくってるぜ。しかし動かない。宮田は足に来てるな。マシマの爪は甘くねえ。しのげるか宮田君。倒そうとしてマシマが大振りになってる。それでも上体の動きだけであんなにかわすなんて。宮田君はダウンしたけど冷静です。マシマ猛然とラッシュ。しかし当たらない。見せます宮田、上体だけでかわさん。うまい、しのぎきれる。いや、捉え始めた。
ットワークなしじゃ限界だな。やろう、チョコバカと。終わらんくすんじゃねえ。やった、カウンター。一瞬の隙をついて見事に炸裂。持ちこたえるか。綺麗に入ったと思ったんだが。ええ、僕にもそう見えましたけど、さっきのダウンの影響が出てるのかも。でも今の一発の効果は大きいです。一気にいけると思った矢先に生きたパンチをもらうと、なかなか飛び込めなくなりますから。カウンターを警戒したのか、マシマ動きが止まった。じっと睨み合う両者、さあどっちが先に仕掛けるのか。クソったれが、この子に及んで資料見してどうする。とどめを刺すだけじゃねえか。サムサム、第2ラウンド終了。ここまで両者ダウンは一度ずつ、一歩も譲りません。よくやったマシマ、あれだけまとめて打ち込んだきゃダメージも残る。次のラウンドもチャンスだ。しかし焦って飛び込むな。宮田のカウンターはまだ生きてる。冷静にチャンスを見極めるんだ。冷静にだと？落ち着いてたら終わっちまうんだよ。あと2ラウンドしかねえんだぞ。最後のやつのカウンターだってベストショットだった。クソ、なんとかしのげたが、今のラウンドがチャンスだったんだ。仕留め損なったぜ、チキショウ。ベストショットをしのいだ。あんまり効かなかったぜ。足を踏まれるとはとんだ災難だったな。インターバルでダメージを抜くんだ。なあに、フットワークさえ戻れば二度とあんなパンチもらうものか。触らないでくれ父さん。やつに気づかれる。やはり足を痛めてるな。え、なんだって。足を踏まれた状態で右ストレートを打ち抜かれた時だろう。その様子じゃ軽くひねった程度じゃあるまい。捻挫か、あるいはそれ以上か。足に傷を負ったアウトボクサーなど、翼をもがれた鳥のようなものだ。その状態でダメージの抜けたマシバとファイトするのは危険すぎる。この試合危険しよう。残念だが宮田さんの言う通りだ。ここで無理をすれば将来にも響く。お前はまだ若い、いくらでもやり直せるんだ。この試合は危険しよう。悔しいだろうが不名誉なことじゃない。これは事故だ。そういうことだ。セコンドアウト。レフェリーにはわしが行ってくる。あいつが待ってる。おい、おい宮田。一郎、バカな、無理だってことはお前が一番よく分かってるだろうが、これからのボクサー生命まで危うくなるかもしれんのだぞ。行かなきゃ。あいつが待ってるんだ。ラウンド3。おっと、気合の入った顔してるぜ宮田は。ダメージ抜けたみたいだな。フットワークさえ戻れば1ラウンド目みたいに。だといいがな。危険すぎますよ。勝っても怪我が後引いたらどうするんですか。私は一郎君が国内にとどまる器じゃないと思っている。そんな逸材をむざむざ壊されるかもしれない場に行かせるなんて。意味があるかないかは戦っている本人が決めることだ。
そしてあいつは意味があると判断して出ていった。そうなったらもはやセコンドが口を出せる領域ではない。見守るしかないでしょう。え、宮田君の足が。怪しいと思ったんだが、セコンド陣の顔色見てはっきりしたぜ。かなり深刻な怪我してるはずだ。見ろ、あの宮田が足を使ってね。使えねえんだよ。危険だ。セコンドはなぜ止めない。止められなかったんだろうよ。宮田の決意をな。約束通り決勝で待ってるからな。宮田君。しかし真柴相手に片足じゃしんどいぜ。でも真柴さんが気づかなければカウンターで。そうかよ、足を痛めてたか。よりによって軸足とはな。気づかれた。足の怪我を気づかれた。軸足が動かねえんじゃ腰の入ったパンチを打てねえな。必殺のカウンターも得意のフットワークも錆びついてガタガタってわけかい。マシバがまたヒットマンスタイルになったぜ。やろう、フリッカーでなぶり殺しにする気だな。行くぜ。マシバフリッカーを連打。しかし避けてる。フリッカーの連打を状態だけで。とことんすげえな宮田のディフェンス感は。くそ、だがここだけは動かねえぜ。ボディはガードしても足は踏ん張っちまうからな。分かってて狙うなんてずるかねえ。勝つために弱点を攻める、勝負の鉄則だ。そんなにしてもかなり重傷だな。立ってるのもしんどそうだぜ。まだまだ行くぜ。俺もう一発。あの宮田君がいいように上下に打ち分けられている。どうしようもねえ。立ってることすらままならねえんだ。真柴にとっちゃサンドバッグ叩いてるようなもんだぜ。耐えろ、ベストの形でカウンターが取れるようになるまで頑張れ宮田。さっきからやられっぱなしじゃねえか。これは宮田が左足を浮かせています。え、宮田の左足が。そりゃ変だよ、あのフットワークの軽い宮田が足使わないなんて。宮田さん、これ以上はダメだ。タオルを。宮田さん、もうダメだよ。レフリー止めてやれ。冗談じゃねえ、止められてたまるか。こいつは俺の手で始末しねえと気が済まねえんだよ。決めに行った。やった。マシバがラフになった瞬間を捉えた。行け。入った、ここだ、ここで畳みかけるんだ。あー、宮田行かない、いや行けない。ダメージが大きい、足が出ない。宮田君。なんてやつだ、生きたパンチが飛んできやがった。虫の息じゃなかったのかよ。いや、惑わされるんじゃねえ。今の一発が最後だ。現に奴は動けねえじゃねえか。面倒なことにならねえうちに仕留めるんだ。マシバ猛然とラッシュ、畳みかける、地面にかかる。宮田手が出ない。足の痛みがなんだ。マシバだって聞いてるんだ、打って出ろ、ここが勝負だ。あー、クリーンヒット連発、マシバ捉えた。止めろ。宮田君。
なんだ、どうした。打ちながらだけど、真柴さんが引いてる。なんだこいつは。いつも親父にお守りされてるアマちゃんじゃねえかよ。なのに、なんでここまで耐えられるんだ。宮田勝つんだ。いい気迫だ。いいことだぞ宮田。進出です。勝った。石郎、宮田、これ以上ないカウンターのタイミングだった。だがすでに力尽きていたか。苦しい試合だったな。しかしよくやった。よく勝った。幕内君は宮田の控え室に行ったよ。ちょっとやべえ倒れ方だったからな。心配だろうな。リング上では意識すら戻らなかったからな。実力では宮田の方が1枚も2枚も上だったのに、全くボクシングってのは何があるか分からねえ。いや、おっかねえのは勝利に対する真柴のあの執念か。これで決勝は幕内対真柴か。 KO 必至ってやつだな。ここまで這い上がってくるまで一歩の頭の中には宮田しかいなかった。宮田がいたからこそ決勝まで生き残れたんだ。ここへ来て目標がなくなるとはな。宮田さん、一郎君の状態は。敗因は。試合について一言。宮田さん、とりあえず意識は戻している。我々の問いかけにもはっきり答えてるから今のところ心配はないが、これからのことは精密検査を受けてみんことには何とも言えん。相手の真柴選手については。うん、試合中足を踏まれましたよね。あのことはどう思われます。一言お願いしますよ。一言。ボクシングは結果が全てだ。どんな形にしろ生き残った方が一枚上だったということだ。終わりだ。帰ってくれ。幕の内君か。あの宮田君は。一郎から君が顔を見せたら伝えてくれと。何か。約束が守れなくてすまなかったと。
これなんかどうだ。軽いし値段も手頃だろ。東日本トーナメントの決勝だ。それ以外のとこじゃ待ってねえからな。